CH-37 モハーベ墜落した、パイア石器 H-21 を吊り下する CH、CH-37H-37 モハーベは、シコルスキーエアクラフト社で開発された1950年代の、標準的な大型エツリカヘリコプターである。民間型を、S、S-56、アメリカ陸軍では CH、CH-37 モハーベ、アメリカ海兵隊では、 HR2S という名称である。S-56 はアメリカ海兵隊向けの完全装備の兵員26名を運べる強襲輸送ヘリコプターとして開発され、1951年に発注された。最初の試作機が1953年に初飛行し、生産型の HR2S が1956年7月から海兵隊。 1> 第1ヘリコプター飛行隊に配備を開始された。総計60機が製造された。アメリカ陸軍は1954年に試作機を評価した後 H-37A として94機を発注し、最初の機体は1956年月に納入された。海兵隊と陸軍向けの前機は1960年半ばまでに納入された。 陸軍向けの機体は1960年代初めに、後部の機体安定装置、ホバリング中の積み下ろし能力を付加され、H、H-37B として、性能向上された。アメリカ軍の機体名称の統合により1962年に、海兵隊の機体は CH、CH-37C となった。配備された当時 CH-37 は、 西側諸国で最大のヘリコプターであり、シコルスキー社の最初の総発エンジンのヘリコプターであった。2機のプラットホイット 2W、e、ワスプ製型エンジンを引き込み式の硬着装置を内蔵した胴体外側のポッドに装備したことにより、胴体は機種のクラムシェル型ドアを通して積み下ろしができるような貨物専用に利用できた。シュローターブレードは5枚構成で、 戦闘中に一枚のブレードを失っても機能するように設計されていた。CH-37 は後に普及していったターボシャフトエンジンより大型で重く低出力のレシプロエンジンを搭載した最後の大型ヘリコプターの一機種であった。このためにこの機種の収益期間は比較的短いもので1960年代予測には前期が退役し、 陸軍では投炎にあたる CH-54、タルヘに更新された。1963年に4機の CH-37B がベトナムに配備され墜落したアメリカ軍機の回収任務に使用された。この任務において CH-37 は非常な活躍を見せ7500万 US ドル分以上の機材を回収した。この中のいくらかは 敵地内から回収されたものであった。アメリカ海兵隊の HR2S-1、1956年 HR2S-1 ワット機警戒ヘリコプター S-60S-60 は、スカイクレーンの試作機として1958年に S-56 から開発された。S-60 は、安定したホバリングを実現するために、 自動操縦装置を備えており、座席を回転させて、前後方向のどちら向きでも操縦できる、操縦席に骨格形状の胴体を持っていた。骨格形状によって100名近くの兵員や、医療施設、レーダー構造物、等々の適当な用途に変更可能なモジュールを抱きかかえることができた。S-60 は、 より大型のターボシャフトエンジン搭載の CH-54、タルヘグニオーヘリコプターとその民間型の S-64、スカイクレーンに発展した。シコルスキー社の製品のライセンス生産会社である、ウエストランドエアクラフト社が、S-56 のローター、ギアボックスを基本として、ウエストランドウエストミンスターを設計した。ウエストミンスターは、交換フレーム構造で、 ネーピアー、e、ランドターボシャフトエンジンを搭載しており、人員輸送用では、胴体は外皮に覆われていたが貨物機では、骨格が剥き出しだった。ウェストミンスターの開発計画は、フェアリー社から購入したフェアリーロートダインのために、中止された。ありがとうございます。